訃報、ジョン・ベットン氏、ミュージシャン。2017年1月31日。死因癌。引用スポーツ報知。エイジアのジョン・ベットンさんが死去、67歳。1970年代を代表するプログレッシブロックバンド、キング・クリムゾンや、80年代に活躍したロックグループ、エイジアのジョン・ベットンさんが、31日、67歳で亡くなった。エイジアの公式ツイッターで、同日、今朝、ジョン・ベットンが眠りについたことをお知らせしますと発表した。ベットンさんは、癌の治療を受けるため、活動を一時休止していた。エイジアは、元イエスのスティーブ・ハウト・ジェフ・ダウンズ、現エマーソン・レイク&パーマーのカール・パーマーと、ウェットンさんの4人で結成され、82年にデビュー。ウェットンさんは、ボーカルとベースを務めた。メンバー全員が、スーパーグループでのキャリアを持っていたため、デビュー当初から注目を集め、ファーストアルバム、A 時間から時へのロマンが、全米チャートで1位に輝いた。セカンドアルバムからシングルカットされた、Don't Cry が、80年代を代表するヒット曲になった。ジェフ・ダウンズが自身のツイッターで悲しい一日だとつぶやいている。